皆さんこんにちは。今日はね、京都子ども文化会館エンゼルハウスが11月末で閉館になったという話を聞きまして、ちょっと様子を見に来てみました。京都でね、演劇とか音楽とか踊りとかしてた人はね、ここのホール使って公演をしたという思い出がある方も多いんじゃないかと思います。僕も、知り合いの劇団の公演を見に来たり、チラシの挟み込みに来たりね、いくつか思い出がありますね。映像を撮り始めてからは、この広場の部分でですね、三脚を立てて、いろんな作品のいろんなシーンをね、撮るために使わせてもらったことがあります。三輪車の歌という、ミュージッククリップとか、あとマトリョーシカのようにという、ちょっと、編集が凝ったビデオの一場面とかですね、あと炊飯器というビデオで、柴田さんにですね、炊飯器をドラムに見立ててお箸で叩いてもらうというような場面をこの広場で撮ったりしましたね。というわけで僕自身にもいろいろ思い出がある場所なんですけど、建物の老朽化が進んだということで、まあ築40年ぐらいですか、だからあんまりそんなね、めちゃくちゃ古いっていう感じしないんですけど、まあ閉館が決まってしまったということですね。裏側は正直あんまりよく覚えてなかったんですけど、まあ、一応ね、撮っておきました。こんな感じでしたね。覚えてる方もおられるでしょうかね。僕は正直あんまり覚えてなかったです。はい。では、これは個人的な、記録のために撮ったビデオでした。では、皆さんさようなら。